大阪市立本田小学校は、大阪府大阪市西区にある公立小学校。大阪市西区の中北部を校区とする、弱子児童を対象とした、弱子学級を併設している。また中国、上海の9年生小中一貫校、上海市長楽学校と姉妹校となり、交流活動を行っている。現在の西区本田地区には1876年、第三大区、 第2中学区第22二二番東小学校と第3大区第2中学区第22二二番西小学校の2校が設置された。1879年2月18日付で公立本田東小学校、公立本田西小学校へとそれぞれ解消している。本田東本田西の2校は1887年11月26日に合併し、 公立本田小学校と称した。1892年5月には大阪市本田ダ人城小学校へと改称している。1897年6月5日に現在地に校舎が落成して移転した。現在地に移転した日をもって創立記念日としている。1899年には外国人居留地が廃止されて川口町となったことに伴い、 川口町を校区に編入した。1921年には高等科を併設し、大阪市本田神常高等小学校へと改消している。1929年には鉄筋4階建て校舎を設置した。小学校での鉄筋4階建て校舎は大阪府では初めてだったとされる。1941年には国民学校令の施行により、 大阪市本田国民学校へ改称した。1941年には高等化を廃止し、本田商業学校を校内に併設した。しかし、本田商業学校は、翌1942年、宇都保国民学校の校舎を転用して設置された、宇都保商業学校の設置に伴い、宇都保商業学校に吸収される形で廃校となった。 これに伴い1942年に高等化を再開している。1944年には、味川国民学校の廃校に伴い、富島町と古川町を本田国民学校校区に編入した。味川国民学校は1874年、現在の西区味川一丁目に設置された。しかし、太平洋戦争の戦時体制により、校舎を 味川女子工業学校に転用することになり、1944年3月に廃校となった。従来の校区は、本田国民学校、九条北国民学校、奈女国民学校の3校へと分割されて、編入されている。太平洋戦争の選挙区悪化に伴い、初島家児童については1944年9月以降、集団疎開を実施することになった。 太平洋戦争終戦後の1946年3月には、ホンダ国民学校の校舎の一部を借用して、大阪中華学校が開校した。大阪中華学校は1953年まで校舎を借用し、その後何枠の現校舎へと移転している。学生改革により、1947年に大阪市立本田小学校に改称した。 1963年には文部省実験学校に指定され弱子児童を対象とした弱子学級を設置している。1980年代には木津川伊東の西区東部でマンションが建設されたことにより、東部の学校で児童数増加や教室不足が見込まれるようになった。このことにより、西区全体で通学区域の適正化が検討された。検討の結果、 従来大阪市立日吉小学校及び大阪市立明治小学校の校区だった江ノ小島市の2丁目について1986年より本田小学校の校区に編入している。ありがとうございます。